黒ろ色塗り症大償後白へ、つば、縁や頭、目抜き、名、石黒正美作、18世紀か19世紀、小柄、郊外、名、柳川直政作、18世紀、江戸時代、東京富士美術館商等を装着した小柄。下は郊外、刀の鞘に収めた小柄。小柄とは、日本刀に付属する小型の柄である。 また、小刀そのものを指して言うこともあり、内刀などの鞘の内側の溝に装着する。小刀全体を小柄と呼称する場合と区別する意味で、柄の部分を、袋、刀身の部分を、実ると呼称することがある。刀のツバには、刀身が通る中央部の穴の左右に、小柄と鋼貝を刀を抜かず出し入れするための穴が開いていることが多い。通常、本来の用途では、 木を削ったりするが、緊急時には武器として投げ撃って、逃げたり仕掛けたりする。刀剣の装飾が発達するにつれて小柄にも精密な細工が施されるようになり、現在では同じく、日本刀の鞘に装着する鋼貝と共に、芸術的価値が高まった。小柄、鋼貝、目抜きを合わせて、三諸物と呼び、同じ衣装にしたり、共通の主題にしたりすることがある。手裏剣術は、 棒状手裏剣で直打法によって投げた場合でも9メートルほどが有効距離であり、改良を施した根岸流でも13メートル以上先に届くのがやっととされる。従って小柄を手裏剣代わりに投げたとしても10メートル先に届かないものと考えられる。ありがとうございます。